tea first reached Japan from China during the 12th century. But shortly thereafter, the Japanese made it their own by creating elaborate rituals around its preparation and consumption. Today on Million Ways to Live, we meet Ryotaro Sorio Matsumura, an innovative tea master who's reviving one of Japan's oldest and most cherished traditions. その目的としてはもちろん最終的には世界平和なんですけども、まずは一杯のお茶をお客様にあげるということで、人がより近くなるということをまずは楽しみにしています。Drinking tea has plenty of health benefits, but it's not the nutritional and medicinal effects that make the ceremony so powerful.It's about the state of mind that results when you respect and follow the specific steps of a ceremony. Creating world peace may sound like a lofty goal, but when you look at all the rituals and steps closely, it doesn't sound too far off. お茶のステップについてなんですけども、日常から非日常へ旅をするというのがお茶の目指すところだと思うので、普段の気持ち、仕事のこととか、いろんなストレスは一旦忘れ去ることがお茶にとってはとても重要なことです。そのためのステップとして入り口があって、だんだんと気持ちが沈めていく。で、最初の部屋があって、外に庭に出ることによって、その庭を一つの旅として捉えます。旅の中で、木々のお花があって、それを見たり、で門を開けてまた別のステージに上がると、水があって、そこで清めて、手を清めて、口を清めることによって、だんだんと自分の心も清めていきます。最後は小さい入り口があって、そこをくぐって入っていくことによって、新しい世界に入って完全に生まれ変わるということがお茶の目的です。Ryotaro's trademark phrase is to have more freedom and fun with Japanese tea ceremonies. Though he has stayed true to time-honored traditions, he is infusing his own style and personality into his work to attract more people to the art. Nowhere is his creativity and life philosophy more evident than his award-winning ceremony rooms. このお部屋についてなんですけども、お店の名前はシューハーリーと言います。シューハーリーはもともと日本語で守る、破る、離れるということで、ものを大切にすること、だんだんと自分の形を作ること、そして新しいスタイルを作り上げるというような3ステップになってます。何が僕にとって のクリエイティビティなんですけども、お茶っていうのは基本的には人と人がやってることなので、心の交流というのが一番重要なんですけども、表現の仕方というのは時代とともにどんどん変わっていってるので、今のテクノロジー技術とかをどんどん使っていくということは、お茶にとって取り入れていくもんだと僕は信じてます。After Ryotaro and I shared some matcha green tea he prepared for us, we spoke about wabi-sabi, a concept which describes not only the inherent qualities of a tea ceremony, but also a perfect way of approaching life. Wabi とか sabi についてなんですけども、wabi は気持ちとして詫びるということで、こう謝るということもあったり、あとは人に対してこういつも謙遜の気持ちですね。sabi は何かがこうだんだんと枯れていく、減っていくというような感情なんですけども、状態を表してるんですけど、それは日本独自の感性だったりもするし、人間っていうもの、あとは人生ってものがとてもいつもパーフェクトには完全にはいかないものなので、それを美しいものとして捉えるというような感性がお茶にとって、または日本の人生にとってすごい重要な感性だと思ってます。それはお茶での表現にとっても重要なものですね。中国から来たお茶碗っていうのはもうパーフェクトで綺麗なお茶碗なんですけども、日本のそのわびさびのお茶碗っていうのはやっぱりこう形が崩れてるし、割れてもまたつないでそれを美しいとしてめでる、そういった感性っていうのはとてもお茶の、もしくは日本の美的感覚として特殊な特別なものだと思います。
わびさびが人生にとってどうして重要かってことなんですけども、やっぱりこう不完全な人間って不完全な人生、不完全な人間関係ということをとても美しいものとして捉えるお茶の湯っていうのは、それだけでも新しい発見が多いですし、お茶の中で学んだそういった精神とか人の見方、人生の見方っていうものをまた自分の本当の人生に持ち帰ることによって、より人間関係とかより家族の関係とか人生ってものを楽しめるようにできるアプローチがお茶の中にはあると信じてます。